い、こんにちは、レトスの小野です。2月6日の3問に入ります。抵当権を設定している不動産が賃貸されている場合において、債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ丸ですね。この問題は物上代位についての基本事項になります。でちょっといきなりなんですけれども、あなたは勉強中何を意識して勉強していますでしょうか。物上代位の解説動画を具体例として意識すべきことをお伝えします。で今回のこの物上代位の問題についての解説にもなっていますので、そちらをぜひご確認ください。で動画についてはこちら右上のお知らせボタン、またこの動画が終わった後にですね、最後の部分で動画の URL を出しておきますので、そちらからご確認ください。で問いにですね、取引士、いわゆる宅建士ですが、業務上過失傷害の罪を犯し10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士はその登録を少女されることはない、丸か×かという問題です。答えは登録少女されることはありませんので、丸になります。取引士が登録少女されるのはどんな場合かっていうと、この4つのパターンですね。不正手段によって登録を受けた、もしくは不正手段によって取引証の交付を受けた場合、2つ目が登録の欠格事由に該当する場合、3つ目が事務禁止処分事由に該当し特に情状が重い場合、4つ目が事務禁止処分に違反した場合、この4つなんですね。で今回の内容っていうのは、業務上過失傷害の罪を犯して10万円の罰金の刑に処せられたって書いてありますね。で、これっていうのは今話した1から4に該当しないんですね。したがって登録少女はされません。なので登録少女をされることはないっていうのは丸になるということなんですね。で注意していただきたいのは、傷害罪による罰金刑を受けた場合なんですよ。この場合っていうのは登録少女されます。どれに該当するかというと、この2番ですね、登録の欠格事由に該当する場合、これに当たるんですね。傷害罪による罰金刑っていうのは登録の欠格事由に該当してしまいますので、登録少女処分事由に該当すると、つまり登録の欠格事由に該当するから登録を取り消されますよっていう話です。ここの2つはきっちり対比して頭に入れていただければと思います。引っかかった方は注意してください。で3番ですね、都市計画事業の認可等の広告があった場合においては、事業地内において都市計画事業の施工の障害となる恐れがある建築物の建築等を行おうとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならない、丸か×かという問題ですね。で考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、下記の概要欄から問題文をご確認ください。で答えは丸です。都市計画事業の認可の告示後、事業地で施工の障害の恐れのある行為を行う場合は知事等の許可が必要になります。この都市計画事業の認可があるって、これどういうことかっていうと、もう本格的に工事を開始することを意味してるんですね。なのでもう変なもの建てられたりとか、軽視変更、つまり土地の工事とかされたら困るわけですよ。だから許可が必要なんだということですね。知事の許可が必要なんだということになります。この点についても試験では品質なので絶対に解けるようにしておきましょう。で今回の問題で言うと、対比部分が非常に重要になってくるんですね。で対比して整理して頭に入れることによって使える知識になるんですよ。なので、まあ、個別指導ではそういった部分も含めて解説していますので、もし自分自身で整理できない、また整理の仕方がわからないという方は個別指導ぜひご検討いただければと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。まだチャンネル登録していない方は、動画の下からチャンネル登録お願いいたします。で、問1でも、お伝えをした、物上代位の解説動画については、こちらの真ん中の動画、ご覧いただければと思います。こちらの動画で意識すべきことをぜひご確認ください。レトスの小野でした。